待っててね。一体何を捕まえてきたのでしょう。それは見て、死闘の末に打ち倒した凶暴な漆黒の魔獣。さてこいつはどうしたものでしょうか。見て、悔しい。でもご飯あげちゃう。ふわふわだね。この子は我が魔力を糧に生きている使い魔なのです。私から離れると間もなく死んでしまいます。不況か。私から離れると暴走状態になり巨大化して。よし、いいだろう。そう、周囲に謎の暗黒物質を撒き散ら、